。長野ジュリアです。はい。昨日ですね、プロレスのリングに上がって今後についてお話しさせていただいたので、まあそれをご覧になってない方とかもいると思うので、一応今後についてのお話を今日はしようと思います。で、もう一回説明すると、1月29日の春日部のプロレスの試合で左手をちょっと怪我してしまって、病院に行ったところ、人差し指の第一関節が、折れてて、腱が切れてる。で、中指の腱が切れてるっていう感じで、ちょっと手がこう曲がったような状態で、で、そう、終わった後に手が曲がってるから、あれ?と思って。で、次の日病院に行ったら、まあ、折れてますよっていうことで、で、まさかの手術が必要っていうことでですね、救急車めっちゃ通るのよ、うちの家。そう。ちょっと入院してて、2月の9日に手術をしました。で、手術はなんかピンを人差し指に2本ぶっ刺さってて、中指にピンが1本ぶっ刺さってて固定しているっていう感じですね。で、そのピン自体は1ヶ月半ぐらい入れっぱなしにして、でピンを抜いてからもちょっと固定をしてっていうような感じになるんですね。ピンがね、もうむき出しで出ててね。あとね、手術する前はそんなに痛くなかったんだけどね、手術するとめっちゃ痛いね、やっぱね。びっくりした。でもまあ良くなってはきてますね。で、まあ固定してる間はまず動かせないのでっていうところと、固定が終わってからも、もう関節が曲がらない状態なので、そっからリハビリをして元の指に戻るかどうかっていうところなので、最低3ヶ月は運動しちゃダメですよっていう、運動っていうか、まあそうね、手を動かしちゃダメですよっていう風に言われているので、プロレスの復帰は早くて3ヶ月後、まあ、最初は半年後かなって言われてたので、まあどうなるかなっていう感じで、最低3ヶ月半年ぐらいを見てもらえればなっていう感じです。で、今ちょっとこの状態で結構痛いので、他のお仕事もちょっとお休みしてて、看護師の方もお休みをいただいていて、でも撮影系の仕事もね、この手なので、ちょっとまあバラエティーが厳しいかなっていうところで、はい、お休みしていますね。なので結構毎日めちゃくちゃ甘いものを食べて3キロ太ってますはい。で、まあ手で、右手だけでできる仕事って言ったら、まあ、YouTube の編集とかになってくるので、まあ、その辺をやっていけたらなっていうのと、あとまあライブ配信とかを、なんかあんま長く喋るの苦手なんだけど、まあ、今までよりはできたらいいかなっていうところで、はい、考えてますっていうのが、まあ今後なので、とりあえずは、はい、しばらくはプロレスはお休みとなりますっていう報告ですかね。ただまあ他が元気なので、はい、全然心配しないでください。ではまた、おっす。